じゃあ改めて、卒業おめでとうございます。ワズドキの皆様も本日はご卒業おめでとうございます。まああまり時間がないので言わなくちゃいけないことから先にどんどん言ってきます。この2人ですけど、自分5年間桃山小学校にいて、一番長いこの最後の当時の部分なんですけど、子供在校生からの当時に対して当時に当たる部分なんですけど、一番長い形で今回やりました。で、中学校のようにですね、台本というか言葉をちゃんと紙に書かせて読ませようとも考えたんですけど、2人なら多分やってくれるんじゃないかなっていうのと、一つ一つの言葉に思い出が入ってると思うんですよね。この2人に詰まったものがたくさんあったんで言えるんじゃないかなって思いました。で、よく最後まで言えたなっていうふうに思っています。自分も思い出とともに、なんかその2人の頑張った姿がすごく途中からもう感無量というか気持ちが入って、ああやっぱこうやって自分もなんていうんですかね、そう分かってなかった部分だったのかもしれないなって思いながら、それでも2人で頑張り抜いた部分がすごく立派だなって、最後迷ってたのが、レイする時に近づけて抱きしめてやろうかとも思ったんですけど、いやでもやっぱこれレオン君、特に練習いないことやると戸惑うかなって、しょうちゃんもそうなんですけど、恥ずかしがるかなと思ったんで、まあでしっかりして終わりましたけど、本当にそういう気持ちでした。先日も話したんですけど、幸せ者だと思います本当に。で、自分は教員として胸張って中学校に送り出せるって思ってます。決して2人だからこれからは心配って全く思いません。それぞれの中学校行って、もしかしたらなんか中心になって活躍するんじゃないかぐらいのつもりも思ってますんで、熱海中学、吉井中学と両方自分関われるところに彼も行ってくれたんで、来年も楽しみに見ていきたいなと思いますんで、もしそれぞれの学校の担任先生が基本だと思うんですけど、それでもなんか心配なことがあったりした場合は、いつでも相談に乗りたいと思いますし、レオン君と庄司君もいつでも自分に話してもらって構わないなって思ってますんで、そういう気持ちで色紙も書かせてもらいましたんで、色紙とともに、贈呈したいと思います。その前にくす玉を割っていただきたいと思います。はい、では2人まあ今年初めてなんですけど、1年生の青木先生と1年生が中心になって作ってくれたってことで、まあ多分こんなことはないと思うんですけど、2人に特別に作ってくれました。はい、じゃあそれでは一斉のでいきましょうか。ちょっともしかして青木先生のいたずらで紐だけ取れるかもしれないから。ちょっといいですか。せーの。おお、素晴らしい、素晴らしい。はい、はい、じゃあ席ついてください。ですね、式の中で読んでいただいた祝辞に関しては、さっき印刷で2人にお渡ししましたので、またお家帰ってからゆっくり見ていただけたらと思います。
ですね、あの先日6年生を送る会で今まで担任先生が2人にメッセージを送ってくれたんですけど、あのもう一回それ出そうかなと思ってますんで、ちょっとご覧ください。両部の翔太くんの2年生の時の担任だった戸田先生にコメントをもらいました。レオン、翔二、淳之介、ケンジ、卒業おめでとう。最後は2人になっちゃったけれども、2人で頑張って桃山賞を引っ張ってくれました。これからは中学校行って、桃山賞の時と同じように、中学校でもみんなを引っ張れるような人になってください。卒業おめでとうございます。翔ちゃん、レオン君、卒業おめでとうございます。2人とも、とても中身の濃い、いろんなことができる、そしてたくましい、子供だなって思っています。あ、今で、小学校1年生初めて学校に上がった時にこんな厳しい、先生に持たれてもなんとかやり抜いた、しかも小学校4年生でもまたまたやり抜いたということで、これからあの辛いこと苦しいことあるかもしれませんが、小川先生のあの、怖さに耐え抜いた自分を褒め、そして頑張ってほしいなと思います。中学行っても頑張ってください。少女のレオン覚えてる？ミッキーの声だよ、覚えてますか？ NHK 合唱コンクールではいっぱい練習してとってもいい歌ができたね。リコーダーも一生懸命練習したから中学でも絶対に頑張ってください。前先生でした。はーい、桃山小学校の皆さん、元気ですか？先生は元気に素ので頑張っています。皆さん毎日朝の挨拶から元気よく頑張っているものと思います。先生はなかなか会えませんが、みんなが頑張っていることを、これからも応援しています。さて、翔二君、レオン君、もうすぐ卒業ですね。先生とは1年間一緒に過ごしましたけれども、その時どうだったでしょうか？先生毎日怒っていたかな。レオン君には先生もいろいろと悩まされました。いろんなこと、あんなこと、思い出しただけで先生頭が痛いです。翔二君、あなたも毎日毎日ね、先生との生活の中で、ああ嫌だなってきっと思っていたんじゃないでしょうか。でもですね、先生はあなたたちと一緒に過ごせた1年間とても楽しかったです。2人だけの生活、なかなか先生も初めてだったので難しいことはありましたけれども、でも2人と過ごした1年間、とても貴重でした。そしてきっとあの時の1年間、先生は忘れないと思います。なぜならばレオンも翔二も2人ともとても明るくて元気で、そして優しくて、いつも前向きに頑張っていたことを思い出します。これからも2人のことを応援しています。きっと中学校に行っても2人とも頑張ってくれることを常に思っています。そして2人とも人に優しく、そして親にも先生たちにも感謝をして、これからも過ごしてください。ではまたいつかどこかで会える日を楽しみにしています。では頑張ってください。翔ちゃん、レオン、卒業おめでとうございます。2人とはいっぱい一緒にいたし、遊んだし、いっぱい笑ったし、話し合ったので、なかなか話すことが見つかりませんでした。ただ卒業が近くなってきて思ったことがあります。それは
私は2人の6年間の成長を見ることができて本当に幸せだったなということです。最初は甘えん坊で暴れん坊でいたずらっ子のちびさんが桃山のリーダーとなって堂々とみんなの前で話をしたり大きなビシッとした声で号令をかけたり、最初は大丈夫なのとか頑張れって気持ちでずっと見てました。でもだんだん慣れてきて2人が堂々とした姿を見せてくれたことがとても嬉しく思いました。2人と会えなくなることはすごく寂しいけれども、2人には先生という仕事は子どもたちの楽しい時間、子どもたちと楽しい時間を過ごせるしすごく素敵な仕事だっていうことを教えてもらえたと思っているので、もう少し頑張ってみようと思います。2人もバラバラの学校ですが頑張っているっていう姿を報告を楽しみに待っています。自分の夢のために頑張ってください。卒業おめでとうございます。今まで本当にありがとうございました。レオン、翔ちゃん、卒業おめでとう。1年前の4月、まだ大学生気分ですねと何かと毎日のように2人に言われていました。それから1年、どうでしょうか。もし少しでも先生らしくなったなと思ってもらえていたら、それはレオンと翔ちゃんのおかげだと思います。なかなか私に厳しい2人で、どんなことでもそのままを私に伝えてくれたのでとても分かりやすかったです。もうトンちゃんとかおブスとか言われなくなると思うとちょっと寂しいなと思います。レオンとショウちゃんとはギャーギャーワーワー言いながら1年あっという間に過ぎてしまいましたが、とても楽しい毎日でした。これからレオンとショウちゃんが心も体も大きくなっていく姿を楽しみにしていますので、かっこいい夢に向かって頑張ってください。私も頑張ります。卒業おめでとう。ショウちゃん、レオン君、卒業おめでとうございます。ショウちゃんは4年生の夏休みに、お姉ちゃんと一緒に24時間テレビに出るために8の字を必死で、やったこと、それから運動会の時のあの応援は素晴らしいなっていうのが今でも目に焼き付いてます。レオン君は、一番は最近やったあの駅伝の練習が、ものすごく印象に残っていて一緒に走ったなっていう思い出があります。翔ちゃんもレオン君も中学校はね別々になって他のとこ行くけども、新しいとこ行ってもね友達ができると思うので、楽しくやって自分の夢に向かって頑張ってください。桃山署の岩木でした。はい、レオン君、翔士君、卒業おめでとうございます。いよいよ桃山小学校での生活もあと4日になりました。この6年間でたくさんのことを経験して本当に大きく成長したと思います。4月からいよいよ中学生、この桃山小学校での経験を大いに生かして、そして今よりさらに大きくたくましく成長してくれることを期待しています。またいつでも遊びに来てください。おめでとうございます。以上です。卒業式の式辞の時に、いつもだったらば卒業生の皆さん、今日はおめでとうございますって言いますけれど、今日、今回はレオン君、翔士君、卒業おめでとうございますと言わせてもらいます。今日は3月14日です。以上。こうやって見ても分かると思うんだけど、やっぱりですよね、ずるいぐらい2人で幸せだったと思う。幸せな卒業式だけじゃなくてね、こういう卒業式だったのはやっぱりこの1年間、いろんな頑張りがあってね、苦しい部分とか、なかなか言えないこともあったと思うけど、それでも
まあ全部ひっくるめても、まあ、2人は幸せだったんじゃないかなと思います。今日だからその言葉、当時の中で言った言葉が2人のね6年間の全部ひっくるめたまとめた言葉だし、先生のメッセージもあそこに入っているんで、あの言葉を忘れないでもらいたいなっていうふうに思っています。じゃあ、崎山レオン、はい、どうぞ来てください。どうぞ。はい、レオン君は2話あえて強いことを最後に言いたいと思いました。まっすぐ見上げよそ見はするなっていう言葉を言いたいと思います。中学校入ったらバレー部に入るって言えますので、部活一生懸命やるんだったら中途半端な気持ちでやらないで頑張ってください。で、あとはこの写真にもありますけど、いつもお母さんの笑顔が近くにあると思うね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。余談なんですけど、法事の最初に目をつぶってどれだけの人の笑顔が浮かぶかがその人の幸せの量なんだよっていう話したんです。レオン君に、おとといですね、夜寝るときに誰の笑顔を思い浮かんだって聞いたら、お母さんって言いました。ね、はい、だからお母さんも前おっしゃってたと思いますけど、やっぱり信じ抜くっていうことが大事かなって思いますので、レオンのことを信じて応援してあげてほしいと思います。いきます。富村翔司、はい、翔司君は自分を信じるのが本当の強さ、傷ついたって笑い飛ばしてやれって思ってます。新しい環境に行くんですごく不安だと思いますが、もし何か嫌なことがあっても笑い飛ばして、こんなことじゃ僕は負けないぞっていう部分で自分を信じて頑張ってありがとうございます。ありがとうございます。当時の中にもありましたが、二人それぞれいいところを別々に持ってたんで影響し合えたんじゃないかなって思います。翔司君は本人も舞台の上で言いましたが、慌ててしまうっていうのが自分の欠点だってずっと言ってました。だけど、やっぱり本人も言ったように熱海市内の6年生全員の中で、堂々と話し切った時に、あ、この子は大丈夫だなっていうふうに思いました。先ほども言いましたが、新しい舞台に行っても自信持ってやれる2人なんじゃないかなと思いますんで、頑張ってほしいと思います。最後に挨拶をして終わりました。起立。いいよ。気をつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけ。ありがとうございました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 。Thank you.
早いもので、君たちが2年生の時ですね、先生はこの桃山小学校に来て、2人の元気な姿を、運動場で走り回った姿を今でもよく覚えています。あの時はまだ、笑ってごまかしたり何も喋らないでそのまま行っちゃってた君たちがこうやって1年間また一緒にいて、いろんなことを話したりいろんなことを自分からできるようになったことが先生は本当に嬉しいです。ですね、まあこの1年間もいろいろありましたね。2人だけの東京での修学旅行も2人だけの多賀小学校でやった熱海市の陸上記録会も先生の中では心の中に残っています。まあ2人によく言いましたが、レオンにはレオンの、庄司には庄司のいいところがあって、でお互いにないものがあったからこそ2人だけでも今日まで高め合ってやってこれたんじゃないかなって思いますんで、中学校は別々の道に行って、なかなか会えない時もあると思いますが、ただ何かあった時にはお互いに連絡を取り合って、また二人で話をしてこれからを考えていけばいいんじゃないかなっていうふうに先生は思っています。まあ先生はこれから先もずっとこの桃山小学校のこの今の時に待っていますんで、もし何かあったら先生に連絡して相談してくれればなっていうふうに思っています。二人の未来期待してます。卒業おめでとう。キャプテン、今まで本当にありがとうございました。ありがとうございました。気をつける。本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。はい、さようなら。グラウンドなんですけど、グラウンドで1、2年生ぐらいまでまだ4人といたから、だからその4人で毎日グラウンドで遊び回っていてすごい楽しかったし、そこが一番思いに残っています。下の階段広場ところなんですけど、1、2、3年生の教室よっしゃここは他の人数が多い学校だと全校集会とか以外みんなであんまり集まる、全校で集まる機会がないと思うんですけど、ここでは桃山小は人数が少ないけれど、あそこに書いてあるスマイルブックタイムというのがあって、そこではこのみんなが本を好きになれるような字でみんなで話し合ったり本の紹介をするんですよ。こうやってみんなで関わったりする時間がここであるので、僕はここがみんなが
みんなの思い出を話してほしいなと思います。好きな場所は給食室です。なぜかというと、そのみんなで、まあ、話し合いながら食べたり、まあ、そうするのがなんかいつも楽しくて、まあ、お盆じゃんけんもさっきしてたように、みんなと関われて、うん、まあ、美味しくも食べれるからです。じゃあ、運動場の、まあ、後ろっていうか、まあ、いつも、まあ、見ているんですけど、なんか蒙古広場っていうのが、まあ、もう使われてないんですけど、そういうのがあって、まあ、そういうところがなんか静かで好きです。でよく暇な時とか、なんかリラックスするのにこっちを見て、なんか静かだからなんか休んでるんです授業とかそういうところで初めて来た時になんか、あ、ここなんかいいなって。